山下大輔は、静岡県清水市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、解説者、評論家。愛称は、大ちゃん。清水東高校から1970年に、一般入試で、慶応義塾大学小学部へ進学。東京六大学野球リーグでは、1年次の同年、周期リーグから、声優劇手となり、高校の2年先輩である。 松下和美とクリーンアップを組み活躍する。一年上の萩野智康、長谷部優の両左腕エースを要し、二年時の1971年、周期リーグからの3連覇に3番打者として貢献。一、二年時には鬼の坂木原と呼ばれた坂木原俊一監督に試合と同じ集中力で練習しろと鍛え上げられた。三年時の1972年の 全日本大学野球選手権大会は決勝に進むが、関大の山口隆に完封され準優勝にとどまる。同年から2年連続で、日米大学野球選手権大会日本代表に選出され、1972年の大会ではに本塁打を放つ。4年時の1973年には首相を務め、慶応のプリンスと呼ばれ、同年春季リーグでは、首位打者を獲得。 大学同期に保守の木原博人がいた。リーグ通算88試合に出場し、314、打数100に安んだ、11本塁打、50打点、打率、325、首位打者1回、ベスト内に4回。1973年のドラフト会議を前に、山下は巨人が第一死亡、在京球団でも構わないと態度を表明していたが、その言葉通り、 一番くじで一位指名した太陽ホエールズに入団。当初の背番号は20。中部健吉オーナーは山下の入団を大変喜び、秋山昇ヘッドコーチの提案もあって、ユニフォームの色を出身地の静岡の名産にちなんだオレンジと緑に変えた。これは親会社が食品会社なので、食品にちなんだユニフォームにしてイメージアップを図る意味もあったが、 この配色は湘南電車の色としても広く知られている。1年目の1974年は、境内の卒業試験を終えた後の2月14日に、キャンプ地の静岡入りし、翌15日には、チームは休日であったが、山下一人と首脳陣でランニング、フリー打撃、ノックなどの練習が行われた。その夜に、山下は、風で発熱し、キャンプインしたのもつの間。 清水の実家で数日間療養することになった。この時は、スポーツ紙の担当記者が、実家まで見舞いに来て、焦ることはないなど、優しい言葉をかけたが、翌16日の紙面には、巨弱時、山下と大見出しが踊るなどプロの洗礼を受けた。一年目の同年から守備力は評価され、オールスターゲームに控え選手であったにもかかわらず、 ファン投票で選出されるほどの人気があったが、期待された打撃面が不安定で、米田圭三郎からレギュラーを奪うまでには至らなかった。2年目の1975年には、背番号を近藤昭人が付けていた位置に変更し、4月下旬には、米田に代わりレギュラーに定着した。3年目の1976年には、開幕から2番打者として起用され、初めて規定打席にも到達。 遊撃手の守備率の当時のセリーグ記録を受立し、ダイヤモンドグラブ賞を初受賞する。以後、ダイヤモンドグラブ賞は1983年まで8、シーズン連続で受賞し、遊撃手としての受賞回数は2020年現在も最多記録である。当時の本拠地であった川崎球場は、狭く、汚く、巨人戦以外は、客が入らず、評判が悪かった。 ファウルボールが球場外周の駐車場に止めた選手の車を直撃することもあり、観客は秋頃には数十人でグラウンドから数えることができ、スタンドの最上段から隣の川崎競輪場を覗いている人もいた。試合開始前に球場敷地内にあるラーメン店からおばちゃんが醤油ラーメンをロッカールームまで届けてくれたこともあり、ファンと共通の思い出の味になった。 若手時代には後方来楽な先輩が多く、キャンプや遠征先では、大部屋で朝方までマージャンが行われることもしばしばあった。高校と明かりがつき、じゃらじゃらと騒がしい中でも、布団をかぶって眠れるようになった。1977年に遊撃種連続守備機会無失策のセリーグ記録を受立すると、球団が横浜に移転した1978年には、 自身の記録を上回る日本記録を樹立。名手と称えられた守備に比べ、打撃面は毎年2割台中盤に止まり、打点も少なかったため、中軸を担うことはなかったが、最多に塁打を2回取るなど、前世紀はチャンスメーカー的な中距離ヒッターとして起用されていた。1985年には新人の近藤貞を、監督により、高木豊と入れ替わりで二類手へ、 コンバートされる。1986年には一類種であった田代富雄の故障後、三類で接種が目立っていたカルロス・ポンセが一類へ回ったことから、三類種へ、コンバート。1986年9月1日のヤクルト戦では、愛英二郎から、自身初で唯一のサヨナラ本類打を放っている。1987年に小畑拓司監督が就任して、 山下は遊撃手に復帰するが、開幕から3試合で先発を外れ、同じ内野手の高橋正宏が遊撃手に対頭して、レギュラーを陥落する。田代富雄が故障して、シーズン後半は三塁手で、出場機会を得たが、打率、186と厳しい成績に終わった。1988年のキャンプ終了後の、シーズン開始直前である4月6日に、 体力の限界を理由に突如、現役引退を表明した。前年オフに引退を球団に相談、移留されて、現役を続行も、開幕に軍を告げられたことが引き金であったという。引退後は、TBS 解説者を務めたほか文芸春秋、ナンバーにコラムを連載。1993年、監督に就任した近藤に招兵され、横浜太陽から、 球団名が変更された横浜ベスターズ一軍内野守備コーチに就任。1997年は二軍ヘッドコーチを務め、1998年には監督に就任したゴンドウヒロシの指名で一軍ヘッドコーチに昇格し、38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献。ゴンドウは深夜に呼び出しても山下は必ず来てくれて、よく愚痴を聞いてくれたと言っており、 著書の中で彼は本当にチーム内のことを熟知していた。何でも知っているし何を聞いても答えてくれる。とにかく引き出しがたくさんあるのだ。私が監督就任1年目で日本一になれたのも彼の力に追うところがとても多かったように思うと記している。2000年に駒田徳博がゴンドに造反した際も駒田をフォローし後日のインタビューで駒田に 感謝されるなど人格者であったが、同年シーズン終了後に今度と共に退任。その後は、NHK、メジャーリーグ中継解説者、日韓スポーツ評論家、2002年、アジア競技大会野球日本代表打撃コーチを務めた。2003年、生え抜き OB として、満を持たして、横浜監督へ就任する。シーズン前には、友人のセルジオエチゴの発案で、 かつてのマシンガン打線に代わる愛称として、チームの打線に大チャンス打線という名前が付けられる。コーチ陣はヘッドコーチに江藤正三、投手コーチに小谷正勝、バッテリーコーチに副大佐を招聘し、打撃コーチは2軍から高木雄一を昇格させ、前任の森正明時代に、投手コーチの森重和、内野守備、走塁コーチの辻初彦は留任した。 現役メジャーリーガーのスティーブ・コックスを遺跡金100万ドル、年俸275万ドルの3年契約で獲得し、さらに FA で若田部健一、トレードで中島聡を獲得するなど、球団からは手厚い支援を受けたが、新加入選手は故障や不調などでことごとく戦力にならず、石井拓郎をはじめ主力選手も不審にあえだ。一方で、 森時代に不審に陥っていた鈴木隆則は打率311と復活同じく森時代は1割台の不審に陥っていた金城達彦も302と復活し田村仁古木克明村田周一も揃って本類打20本以上を打ったが投手陣と守備が早々に崩壊チーム防御率4.80はリーグ再開失策114個は リーグ最低の守備率、三振数1,110もリーグワーストであった。チームは開幕早々に最下位に沈み、同年優勝の阪神タイガースには16連敗も喫するなど、閉幕まで最下位を独走した。成績は45勝94敗で勝率。324とドラフト制度導入後の横浜球団史上最低勝率を記録した。 二年目の2004年も4月に単独首位に立つなど、検討したものの、徐々に調子を落としていった。さらにアテネオリンピックにより、三浦大輔と、聖保守の相川良二が離脱すると、ベテランの中村武氏や打撃は好調ながらも経験が、少ない鶴岡一世を保守で起用せざるを得なくなり、さらに投打が噛み合わなくなってしまう。シーズン最終戦まで広島東洋カープとを争ったが、 最終戦で再開が決定した。春先は不調だった田村を我慢強く起用し、6月以降は調子を上げ、日本人打者で、球団史上初の3割、40本塁打、100打点を達成した。同年オフ、人気満了で監督を退任した。 2005年には新球団東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任した田尾康氏の要請で楽天初代ヘッドコーチに就任。しかし、就任早々の5月にはチームの成績不振のため二軍監督に配置転換される。フェニックスリーグでは楽天球団初の優勝を飾る。2006年から楽天の球団編成本部長を務め2007年末で 同職を退任。2008年には TBS ニュースバード TBK 解説者、再び日刊スポーツ評論家を務めた。2009年からはロサンゼルスドジャース参加マイナーの A 級グレートレイクスルーンズの守備コーチに就任。当時のチームには D ゴードンらがいた。当時のゴードンは守備では華麗なプレーを好むグラブの方もい,い加減と荒っぽさが目立ち、山下が 腰を落として取ることも、足を使って送球することもできないと解雇するほどのありさまであった。山下がコーチに在任していた2年間、喪失練習では、日本的な基礎に重点を置いた練習を課していたという。また、姉さんバルディは、キャンプ後、p f p を山下に志願したという。2010年には、日本経済新聞にマイナーリーグでの日常を、レポートする。 米国コーチ修行奮闘記を月に一度程度のペースで連載し、この中ではマイナーリーグの環境と比較すれば日本プロ野球の2軍はまだ恵まれていると指摘したほか、八球でも野球をやりたいという情熱のある若者を日本のプロ野球界は組み上げきれていないのではないかと述べている。帰国後の2012年日本球界では非常に珍しいかつて一軍監督を務めた古巣。 DNA 二軍監督に就任。同球団では、秋山昇に続いて二例目であったが、2013年、限りで退任。2014年からは、ゼネラルマネージャー補佐に就任したが、同年シーズンオフより、再び二軍監督に就任。2015年10月1日に2016年、年度シーズンにおいて、契約を結ばない旨通知された。2016年より、 NHK メジャーリーグ中継解説者に復帰し、同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、2017年2月7日に、日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。2018年12月1日には、ホエールズベイスターズ OB 会の副会長に就任。 2019年の MLB オールスターゲームではホームランダー B の現地キャスターとして解説をしている最中参加者のアレックス・ブレグマンの放ったホームランボールをマイクを持ちながら見事にキャッチした。同年10月31日、来年度よりベースボールチャレンジリーグに加入する神奈川フューチャードリームスのゼネラルマネージャーに就任することが発表された。1シーズン務め、 シーズン終了後の2020年11月26日に退任が発表された。山下は退任発表に寄せたコメントの中でアマチュア野球を見てみたいという気持ちを理由に挙げている。現役時代は球界屈指の守備の名手であり、1976年から8年連続でダイヤモンドグラブ賞を受賞した。 1976年7月11日から1977年4月5日まで遊撃手連続守備機会無失策205は当時のセリーグ記録であった。ありがとうございます。